萌さん、今週も告知しちゃってよ。ありがたいですね。先週に引き続き、今週の土曜日も結婚式は愛の中でに出ます。10月1日の14時30分から超 A&G プラスで放送ね。まあ、収録の都合上まだ自分でもチェックできてないけどね。私も早く見たいなって思ってるよ。まあ、みんなからの感想も待ってるよ。とにかくよろしく。ピクシスの夜空の下でミーティング、こんばんは、ピクシスの豊田真由です。こんばんは、ピクシスの伊藤ねずです。のなはいです。伊藤ねずです。どんぬったなーです。2人ともなったら終わり。終わりですか。はい、秘密の会議です。木曜日はこちら、ピッポングランプリ。はい、このコーナーでは番組から提示されるピクシスに関するお題に対するリスナーさんからの大喜利回答を募集し、私たち2人が判定していきます。2人とも丸を出せばピッポン獲得。ピッポン、ピッポン。はい、今回募集していたお題はこちら、トヨタ萌えボイスのカーナビ。腹立つなぁ、何を言い出したです。はいはい、カーナビでございます。結構あるからね、声優さんがカーナビやるあるよね、こともね、うん、ありますから。それではやっていきましょうか。はい、はい、ではまずピクミンネームニララさんからの回答です。トヨタ萌えボイスのカーナビ、腹立つなぁ、何を言い出した。車内の空気がよどんでいます。今すぐお清め塩スプレーを撒いてください。うん、なるほど。では判定していきましょう。こちらの回答は、せーの、ありそう。今日もあるんですか、お清めしよう。あー、忘れた、清めたいのに。あの四角いなんか謎のスプレー。あれはでも空間っていうよりかはやっぱ己にかけるイメージだから。あ、そうか、よどんでるその物たちに聞くわけじゃないんだ。よどんでたら窓を開けなさい。そこはちゃんとね、そう、換気が必要なんだね。そう、やっぱ換気が一番強いから、うん、空気のよどみに対しては。では続いて、ピクミンネームこちらさんからの回答です。トヨタ萌えボイスのカーナビ、腹立つな、何を言い出した。あそこの道ブーンって行って、あとはパッパッと2回曲がれば着くと思う。では判定していきましょう。こちらの回答は、あ、なんでよ。いや、なんか腹立っちゃって。正解じゃん、じゃあ。正解じゃん。腹立つなーが振りだから。あ、本当だ、なんか腹立っちゃったなと思って。だとしたら大正解じゃん。大正解。大正解。これ腹立つのが正解だから。うん、なんか腹立っちゃったな。腹立っちゃったね。言いそうだしね、うん。この感覚で生きてるから道を迷うんだろうね。そっかそっか。じゃあ続いて。はい。ピクミンネームちいかまさんからの回答です。トヨタ萌えボイスのカーナビ、腹立つな、何を言い出した。ちょっと待って、ブレーキ下手すぎん。では判定しましょう。こちらの回答は、ちゃんと分かった。面白いですね。ちょっと待って、ブレーキ下手すぎん。めっちゃ言いそう。めっちゃ言いそうだね。あと私のカーナビなんかシステムボイスっぽくなさそうだよね。うん、めっちゃ会話してきそうだよね。腹立つな。いいですね。で続いて、ピクミンネームたおけさんからの回答です。トヨタ萌えボイスのカーナビ、腹立つな、何を言い出した。ふえー、迷っちゃったよ。では判定しましょう。こちらの回答は、あ、回答の札も持ってくれない。あ、嘘、回答腹立ちすぎて回答を放棄された。あ、ちょっとね、そうだね、私はちょっといいかな。あ、私は遠慮しようかな。私は遠慮しようかな。え、かわいいよ、フェーって言って。いや、なんかわいいんだよ、なんかキャラ出てきちゃうし。キャラ出てきちゃう、ね、なんかやりづらくて。どっちにしろ、どっちにしたらいいんだろうが。キャラがちらついちゃって、いろんな大人の顔が見えたから、ちょっと、そう、罰にはできないけど、萌えさんが言うとしたら腹が立つな、丸にしたいな、うん、どうしようが。ボイスも絶妙にしたよ。行き過ぎないとこでやったよ。あ、そうか。ちょうど中間でやったよ。あ、中間だったか。中間でやったよ。そう、ちょっと、こう、やりづらく、あげづらくて、ちょっと、ごめんなさい。そういうことだったのね。はい。では続いて、ピクミンネームカッパ巻さんの回答です。
トヨタ萌えボイスのカーナビ。腹立つな。何を言い出した？突然、やるかと言って乗車してる人の名前が書かれてあるルーレットを回し出し、当たった人に滑らない話を要求してくる。では配信しましょう。こちらの回答はピッポン。まあ盛り上がるところはあるかもしんないけどね。渋滞モード。渋滞モードです。やるかー。コロ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 。まるまるさん、滑らない話をしてください。え、でもめっちゃ良くない？このカーナビ。いや、地獄だよ。渋滞でさ、しかも寝ちゃいけないようなさ、うん、場所じゃん、渋滞なんて。で、運転手さんをさ、寝させないためにもさ。周りが頑張るっていうね。そうそうそう、周りが頑張る やつあるじゃん、よく。うん、それ。あ、めちゃめちゃいいじゃん。考えようかな。ありそうだね。ありそう。じゃあ、まだいける？ピクミンネーム、ラジオなしには生きられないさんの回答です。トヨタ萌えボイスのカーナビ。腹立つな。何を言い出した？今日は、また違う女の子助手席に乗せてるね。最悪。判定しましょう。せーの。もう男の子限定のモードがあるんだ。男の子限定モード。で、ちゃんと見分けてるから。あれ違う女乗ってるな。あれまた違う子を乗せてるんだね。今日はここに行くんだ。やかましい。やかましすぎる。腹立つ怒って、もう本当に黙ってってなっちゃうよね。絶対に交通事故を招くよね。このカーナビ。どういうこと？ね、どういうこと？ね、どういうこと？ナビが言ってんだけど。これで浮気バレんの怖すぎる。では続いて、ピクミンネームゆうやさんの回答です。トヨタ萌えボイスのカーナビ。腹立つな。何を言い出した？有料道路使わないんだ。お金ないんだね。言ってやるなよ。では判定しましょう。せーの。もうそれもさ、腹立つしさ。お金ないんだね。有料道路使わないんだ。うん、めっちゃやだ。一緒に誰か乗っててもやだよね。やだやだ。バレる。いろいろバレる。うん、やだな、このカーナビ。ラスト？あ、OK？以上でございます。いやちょっと絶妙にみんながイライラさせてきたね。最高でございました。面白かったです。ということで今回は以上になります。ではここで次回のお題を発表します。お題は孤独の戦士仮面ミクライダー、今週のタイトルとは。また出てきた。まただ。出てきました。また出てきました、はい、孤独の戦士タイトルですね。これはなるほどね。タイトル、次回予告みたいな。何々みたいなやつか。そうですね。おでも面白そう。どうなるんでしょうか。はい。たくさんの回答お待ちしています。以上、ピッポングランプリのコーナーでした。ピクシスの夜空の下でミーティング。ピクミエンディング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、各コーナー宛てのお便りお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で、pixis_rf@joqr.net、pixis_rf@joqr.net、pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで、第723回目の放送いかがでしたでしょうか。ちょっと嫌だったな、腹立っちゃった。でも、腹立つなーってお題だったから。すごい、やっぱみんなわかってるね。ちゃんと腹立つお題。そう、腹立つ萌さんが言いそうなことみたいな。お金ないんだ。マジでやだ。お金ないんだね。マジ、あ、ETC 持ってないんだ。カードないんだ。そうなんだ。え、ここ下道で行くんだ。うわ、やだ。めちゃめちゃやだ。傷つけられる心が。めちゃめちゃ折ってくる。すっごい、みんなその日のうちにカーナビ壊しそうで。次オフにするね、絶対ね。はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのトヨタ萌えとピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。